ゼルダの伝説シリーズに登場する風変わりなおじさん。チンクルが主人公の RPG が登場。チンクルがまだただのおじさんだった頃の物語。ルピーを貯めて人生の楽園ルッピーランドに行かないか。そんな甘い話に乗せられたチンクルは冴えない毎日に別れを告げルッピーランドを目指す旅に出る。しかしとんでもない宿命を背負うことに。あの手この手でルピーを稼げ、支出を抑え、収入を増やす。貯めたルピーを泉に投げ込むと夢の楽園ルッピーランドへ導くタワーがどんどん伸びていく。楽園を夢見てルピーを集め続ける35歳のおじさんの行く末は、もぎたてチンクルのバラ色ルッピーランド。